伊藤啓司です。絵を描いたり、アートディレクションやデザインなどをしています。あと、大学で教えたりとか、あとたまに選曲などをやっております。もともと僕は若い頃にこの2つのジャケットにすごく影響を受けました。一つはネオンパークが描いたリトルフィートの、もう一つはブランド X のアルバムで、これはヒプノシスがデザインしてます。なぜやっぱりヒプノシスの影響を受けたかというと、やっぱりね、なんか死の香りというかまあ思わせぶりでもあるんですけども、何か日常ではない何か気配みたいなものを感じさせてくれる、ジャケットが多かったんですね。で、音楽が総合芸術だと思っていたのはやはりヒプノシスの影響もかなり大きかったと思います。それでこれが常に強くインプットされているので、北海道にね、研究室のフィールドワークで行ったんですけども、その時にあの今回のこんな感じの撮影のクルーが僕の前を歩いてたんですよ。それをが光の関係もあり、まさにリアルヒプノシスだって、これはかっこよすぎると思って、それで写真を撮ったんですよ。だからこの個展の絵のスタートは、まあ、このイメージから始まったと言ってもいいかもしれないです。これが決定したことで、なんか全体のイメージが決まっていったような気がします。で、こうデジタルでちょっと合成してみて、それで全体を掴んでいったという感じですかね。よいしょ。じゃあこれはあのジンで、あの僕が8歳の頃の落書きを集めた冊子を作りまして、その元になったのがこれなんで、ちょっと、怪獣ですよね、だからもひたすら。あとこの、そう、この中に出てくるんですけど、エッチ骸骨人間でこれお墓なんですけど、みんな友達のお墓なんですよ、これそれでさて、エッチをするぞって言って、エッチってこと自体が分かってないですからね、これね。で、すごいこう、あ、いたずらして歩くちょっと恥ずかしくて言えない言葉をいろいろ呪文のような、で、途中で終わってる、あまりバカらしくて途中でやめちゃったんじゃないかなと思いますね。轟不動尊って言って、あのうちのアトリエからすぐそばのとこなんですけども、何かっていうとここに来てなんかね、すごい祈るってすごい大事だなと思っていて、いつもすごい大きなこう力とコンタクト取るような感じですね。いつも宗教的なことでも全然ないんですけど、なんか気持ちよく浄化された気持ちになるんで、いつもそれでよく来ます。ここがバーカウンターだったらいいのになっていつも思ってるんですけど、まあ、風景見ながら、うん、それ最高ですって。